はい、皆さんこんにちは、タケノコです。今日はですね、BMW の R9T を試乗します。一周しますか。はい、この2本立ちのマフラーがすごくかっこいいです。まあね、このバイクは見た目命のバイクなんで。シートもすごく高級感ありますね。そういう予感満たされます。で、メーター周りは至ってシンプルです。なんかここら辺が BMW らしくないんですけど、まあここはそういったペースのバイクなんで全然ありですね。はい、排気音はですね、今回別撮りにしようと思います。これ落ちなければいいけどな、一旦大丈夫です、大丈夫でしょう。はい、またがりました。あ、足つきはまあまああれですね、結構そんなに良くないんですね。どうだろう、 SNXR と同じぐらいなのかな。横幅があるからスタンドは結構遠いです。では発進します。これね、説明があったんですけど、シフトインジケーターはないんですよね。なんかオプションでタコメーターをつけると、そのタコメーターの方にシフトインジケーターがつくみたいです。で、今はですね、通常のロードモードで走っていますけど、ロードの他に、レインと、一番パワフルなダートっていうモードがあるみたいです。後ほど変えてみたいと思います。とりあえずはロードで行こうかなと思います。ニュートラルの入りもそんなに、難しくなくスムーズに入りますね。乗車姿勢がだいぶですね、前かがみになりますね。これね、ハンドルが低いからかそうなのかな。シート高がまあまああってハンドルが低いんで、こう今信号で待ってますけど、僕結構前かがみになってますね。で、今日は、セロの時もそうなんですよ。レーシングブーツ履いてきて、レーシングブーツを使っての、試乗になります。ちょうどね、このステップの位置が足が下ろすところにぶつかるんで、足を下ろすときに結構位置が難しいですね。
止まってるとやっぱりこうあのね水平対向の振動があってまあまあ揺れますねミラーが。ちょっと外前が心配なんで一旦ファミリーマートに寄ります。いやでもね、かっこいいタンクがすぐあの、ね、目の前に見えるんでいいですね。 BMW のロゴも目に映るしタンクの触り心地もいいです。今子供はかっこいいって、かっこいい、ありがとう。子供にかっこいいって言われちゃいました。ニュートラル、そう BM のバイクだよ。すごいですね、子供は BMW 知ってるんですね。あ、全然大丈夫そうですね。落ちる心配ないけど、一応もうでもこれは背中のポケットに入れます。入るよな、抜けなければいいけど。はい、では出発しますか。でこのバイクですね、あの意外と軽くてですね、セローほどじゃないんですけど、まあ、僕は両足がべったりつくっていうのもあるんですけど、乗りながら全然こうバックとか簡単にできますね。ではですね、出発します。このスクランブラーですね、実はあの左下にシート近くの左下にですね、ヘダーソケットじゃなくて USB のソケットがついてるんですよね。もう BMW もヘダーソケットやめて USB にどんどんあの仕様変更してるっぽいです。もう少し道路が空いたらね、これダートモードにしたいんですけど、今はこんな感じだとねダートモード楽しめないんで、まだスタンダードじゃなくてロードモードのままですね。で今左にウインカー出してたんですけど、セローみたいにですね、このウインカーはあの両方左右両方光ってるやつですね。至ってシンプルです。グリップヒーターをつけました。強度1でいくか。
う密度感ついちゃいますね。ごめんなさい、結局ですね、あのダートモードは試せずじまいでした。また次回機会があれば試したいと思います。やっぱりね、ニュートラルでちょっとあの手こずってるね。あ、いいの消しちゃって。で、やっぱダートモードは試せなかった。あ、全然あのロードでもめっちゃ速いし、普通に見かけによると意外と速い、ね、速い、うん、気がついたら YouTube 的にアップできないけど出てた。そうびっくりした、あれと思って、ね、かつその割には全然こう回転音とかさあんま変わんない、フラットでずっと行ってんだけどスピードだけどんどん上がってくから逆ホーネットみたいな感じだね。ホーネットはさ、ね、音だけ上がってってスピード上がんないけど、そうそう、意外と危険なバイク。そうだね。あ、そう、あ、コードありがとう。よいしょ、うん、よいしょ。あ、アジグだ、はい、ありがとう。